カトリーン・シュルズイズ・アンド・サンドラ・スプリング・クメア、ダブル・シー・イン・カゴシマ、ジャパン2011ペア選手によるウィリー・ハンドルバー・シート、ショルダー・シート・サイクル・フィギュアは、自転車を使って、制限時間内により、難度の高い課題を、いかに正確に行えるかを競う、室内自転車競技である。英語での正式名称は、アーティスティック・サイクリングであるが、フィギュア・スケートの自転車版として、 競技内容を理解しやすいことから日本ではサイクルフィギュアのわけで定着している。競技にはシングルとペア、団体がある。いずれも6分間の制限時間内に音楽をかけながら演技を行う。選手があらかじめ選定し演技順を決めて採点用紙に記入した演技課題についてその難度と実施が採点対象となる。演技課題には青年男女の場合、 最大でシングルは28、ペアでは22、団体では25の課題がある。演技課題には二輪走行系、スチルスタンド系、ターン、スクワット系、ジャンプ系、ウィリー系、移行系などがある。ふらついたり、足を床についたり、落ち車したりした場合はそれぞれ減点される。また、演技順は採点用紙に記入された順番に行わなければならない。 サイクルフィギュア専用の自転車を使用する。この自転車にはハンドルが回転する、サドル幅が広い、といった特徴がある。胸部及び腹部を露出してはならない。ペア及び団体では同一の服装で演技する。サイクルフィギュアのライディングエリア室内コートを用い、最大で縦11メートル、横14メートルのエリアをライディングエリアと呼ぶ。演技はこのライディングエリア内で行われ。 エリア外に出た場合は減点となる。ライディングエリアの周囲は、クリアエリアとし、障害物などを置いてはならない。ライディングエリアの中央には3つの同心円が描かれており、これらの円は中心部から順にインナーサークル、ミドルサークル、アウターサークルと呼ばれる。サズにおいて、A はコートの横の長さ、B は縦の長さ、C はインナーサークル、D はミドルサークル、E は アウターサークル F はクーターマーク G はクリアエリアを表している。19世紀までにアクロバットとしてヨーロッパを中心に行われていたものがスポーツとして成立した。その起源については諸説あるが自転車局上誌だったドイツ系アメリカ人ニコラス・エドワード・カウフマンが1888年に非公式ながら サイクルフィギュアの世界選手権にあたる競技会を開催している。日本では1978年に現在の日本室内自転車競技連盟の前身にあたる日本サイクルサッカー連盟にサイクルフィギュア委員会が設立されたのが始まりである。世界選手権は国際自転車競技連合により世界室内自転車競技選手権として毎年各地で サイクルサッカーと共に開催されており、日本も1984年から出場している。国内では1985年から全日本室内自転車競技選手権が開催されている。ありがとうございます。